よっ、おもらげんか、俺だよ。久しぶりのパイフー拝見のコーナーということでね、今日も元気に見ていきましょう。まずはこちら、トン2曲日本版役満演出見たくて CPU と対戦、数えは無視して2倍役満。役満演出って何？私彼これね、いろいろ立て込んでおりまして、ここ1ヶ月近く、ジャンタマをまともにできておりません。スクショを見る限りなんかえらいことになってますね。これ今気づいたんですけど、これ大三元テンパってますね、これ。役満に目ざとい男。今大三元、超三元のテンパでしたね。うん。では置いといて、ね、じゃあトン2曲の、これかな。日本馬か。あ、これだよね。あ？え？これ？え、ほんまに言うてる？これパイフ違う説あるな。あー、待って、確認しよう。合ってるわ。合ってるらしい。嘘やん。いやこのハイパイからあれ行くと思わんやろ。ちょっと俺パイフ本気で間違えると思ってちょっとカットしてもらう空気出しちゃった今。カットしてもらう空気出しちゃったな今。とんでもねえな。今見た？ミント一瞬チラッと映ったやつ。まあ、とりあえずね、とりあえず見届けましょうよ。とんでもねえことになってたな。びっくりしたわ。このハイパイから逆満をできらー。いいとこいいペーコ本一やもんな。いいとこいいペーコ本一。あー、いいの聞いたな。これチートイツの初待ちですね。だからどうしたと男落とし。なんか、出てきたな、空気。出てきたな、空気！だいぶ出てきたな！リーチには言うてな。これ相手コンピューターらしいっすね。一応。まあ、大三元は見える。リーチには言うても、だいぶくし、あ、もうすごいんだ。もうすごい。もうすごい。でも当たり牌は、E1 が握り同士、握り合ってて、こいつシャアないからもう上がりないね。ジャンシーに。結果論だけど。あ、初もらっちゃって、そのね。で、あと9番1枚しかこのジャンシーさんも上がりないね。この9番1枚3枚しかない。1枚3枚だと。はい、最強。あとはこぼれるの待ちだけ。役満演出って何？ちょ、俺見たことないねんな。マジで。いや、ちょっとなんか、いいのかな？俺自分で出してみたかったな。今気づいた。あ、来た。はい、ロンニャー言うて。バチーン言うてな。バーン言うて。大三元ツーイーサー言うて。6万4千2倍役満ニャーつって。おい！これもしかしてパイフじゃ見れないんじゃないの？ちょっと！役満演出ちょっと自分の目で確認したいと思います。ちょっと面白いなった。ね。君は何人目に E1 を切るっていうタイトルで、何言ってんだと思って見てさ、パイクのハイパイ地点でさ、ちょ、見てよった方が早いか。見てよった方が早いね。ちょっとな、見ようか。うん。これやね。ジャンタマのパイフってね、あ。当たり入って赤くなるんよね。ロン。いやー。まあまあね、役満な、これローカル役やからな、地方か多分な。しっかり役満やねんけど、これ、自分の番が来る前にロンしたら地方って役満のはずやねんけど、確か。それやね。天本、霊峰と別に地方っていうローカル役満があるんですよね。ジャンタマの場合、ローカルなんですけど。うん。まあ、君は悪くないね。ロンつって。もうポカーンやろ、マジで。何巡目に E1切るつって。まあでもやっぱ1巡目に切るのが正解やな。あれ2巡目とかに切ってるやつ寒いわ。うん。やっぱ1巡目の地方で振り込むのが男ってことよ。うん。コマトをハイデスタヨロ。数え役満を視野から外すと結構むずい。まあ国士見つつ、まあ、つぼしたいかな。皆さんお湯加減の方はいかがでしょうか？あ、ダメそうですね。もう死んじゃったんだ。そんな日があってもいいでしょう。
お湯加減の方はね、そんな日もあってもいいかなと思うんですけどもね。悪くないですね、引きは。引きは悪くない。あ、じゃあ俺に任して。うん。じゃあいけるってなったらちょっとなんかスタンプちょうだい。アクションちょうだい。俺に任せろってなったらもうちょっとスタンプちょうだい。おろろ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 ろ。悪くないね。思わず中尾明のモノマネをするヒカキンさんっていうの。悪くないね。まあ、やるよね。やるよね。悪くないね。ちょっと来てるね。これ上がれる流れじゃね？これ上がれる流れ、俺わかるわ、俺。肌で感じてる。しょうがないなって、国士くんが俺に微笑みかけてんの感じるもんな。今。ひしひしと。しょうがないから、付き合ってあげるわよ、を感じるもん。100万円っす、見てぇ。今、国士くん、シンガポールにいんの。いや、まあ、でも、まあまあ、自家用ジェット機飛ぶ、じゃもう作るわ。自家用ジェット機、手配するわ、俺。全財産使って。足りないか。俺の懐じゃ。10万円ぐらいじゃなんとかならんか。厳しいか。新幹線代ぐらいだったらするけど。海外にいんのきついな。じゃ、せめて国内にいてほしいわ、常に。何その激おもフットワーク。なんでそれで行ける顔したん、シンガポールにいんのに。そういうとこやんね。え、もうほんまにすまんだったやん。急に。いくらでもまだ必要な入るけど。イーソー9番発やな。イーソー9番。おっしょっしょ、わかればええんよ。はい、いいじゃんてん。これいけっしょ。これはいける。これはいけます。断言します。これは、いけます。1の竹と、初どっちか引けば天敗だね。国士くんだいぶ、国内まで来たんじゃん、国内までは。今多分、青森ぐらい。爽やかハンバーグ売ってる。あ、静岡じゃね？毎回間違えるわ。毎回爽やかハンバーグの所在地間違えるわ、俺。あ、これは、これペイ抜きよ。しゃ！待って、これで、落ち着いて、落ち着いて、みんな落ち着いて、大丈夫よ、落ち着いて。私欲張りたいわ、私欲張りたいわ、可能なのであれば。待って、4、7、6、5、4、あと1回積もるから。私欲張りたいわ、どうせ演出見るならかっこいいの見たいわ。よし、じゃあリーチ行きまーす。よっしゃ、来い！見せてくれ！俺に演出を！キラキラー言うて。キラキラー言うてな。うん。です。あ、ラン。どうなのこれ。これ出るよね、演出。バチーン言うて。あー、どこ行くねー。ギリ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 。おー、黒人武装キラー、かっこいい。じわなんか灰が浮いたんですけど、僕ですか。おい、テンション上がるな、これ。最後まで見てくれてありがとうな。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしく頼むぜ。また明日会おうな。じゃあな。